聞いたよ、君の活躍を。アスがサグディードのガーディアを取り戻したんだって。そうかな。僕はアスの実力がすごかったからだと思うよ。ああ、本当にそう思う。それにしても君は本当に際限なく成長している。見ているこっちが驚くくらいに。ああ、すごいよ。本当に憧れる。こんなにも短期間でこんなに強くなってしまうだなんて。今のところはそうかもしれないけれど、きっとこのままいけば、いや、簡単にそうされるわけにはいかないな。少なくとも人に負けるような真似だけはしたくない。じゃあアス、僕はこれで。ああそうだ、後で兵衛の方に来てくれないか。そんなに急がなくてもいいから。じゃあ頼んだよ。ルン、ルン、ミルカ。ええ、平穏の中でゆっくりさせてもらいました。それにしても本当にここってガランとした感じがしますよね。誰も住んでいないんでしょうか。
とにかく私は行ってきますね。リジェルド様、あなたもお休みを取られに来たのですか。ええ、少々疲れてしまったので。でも、あなたは元気そうですわね。さすがですわ。切り込み部隊は先に行かれないのですか。そうですか。でもお休みを取ることができたのは良かったですね。これで無事にあの悪魔を祀る神殿を制圧することができれば良いのですが。本意にも我が教国はその存在を許してしまっておりました。何度か破壊を試みはしたそうなのですが、何がしかの邪悪な力によりそれを阻まれてしまうという話だけを私は伝え聞きました。壊すことができないのならせめて封じたいですね、その力を。この大陸に光を導くためにも。それにしても不思議なものですわ。つい先ほどまではボルドの進行を阻むことばかり考えていたというのに、もうこんなことを考えているだなんて。一緒に取り戻しましょう、この大陸のすべてを。アズ、アズ、団長を知らないか。さっきから探しているんだが。本当か。一体どこに行かれてしまったんだろう、団長は。ルフィーナ？でも私は村中をさっきから探しているというのに二人の姿を全然見かけなかったぞ。ああ、どうなさったんでしょうね、お二人とも。あまりルフィーナを私たちの目が届かないようなところには連れて行かないでいただきたいのですが。虚偽の衣を身にまとうし者、真実の光を受け、その真の姿を表すかよ。そなたの闇に我を汚すことは、神を恐れ愚行。どうなさったのですか、リジェルド様。あ、本当に一体どうしたんだ。
リジェルド様。別に何もしていない。押し倒そうとした時に暴れながら叫んだから少し。
いたします、ビーズベルト様。どうしたナターシャ。はい、ご報告をしに参りました。お時間の方はよろしいでしょうか。ああ、話なら聞いている。ロアナ軍は国境を越えたそうだな。はい、そして我らが神殿へと歩を進めている模様です。まだその動きは一部隊にのみとどまってはおりますが、申し訳ありません、ビーズベルト様。私が塔において彼らを止めていれば。そう思うのなら責任を取れ。分かっているな。はい、では神殿は私にお任せを。いや、そこを奴らに取られるわけにはいかない。私を信用してくださらないと。お前にはまた別の機会を与える、いずれな。それに神殿は俺の家も同然のところだ。いくら同志といえど、むやみに人間を入れさせたくはない。分かっております。そこは我らが神の座す場所、私ごときには恐れ多きところです。とはいえ兵を入れぬわけにはいかんがな。だがそれを率いる者は、ビンスフェルト様、まさか。ナターシャ、先陣を切っている者たちは聖騎士団であることは確かだな。ええ。なるほど。アズ？ああ、だいぶ落ち着いているし、もう身支度もきちんと整えられている。いや、しかし一体どうしたんだ、ルフィーナは。一体何があった。私には何も言ってくれないのか。気遣ってくれているのかもしれないが、私はあまりそういうのは嬉しくないな。でもいい、今は無理には聞かないことにする。本当はほんの少し分かっているんだ。でも今は知らないふりをする。きっとその方がいいのだろうから。私のことだったら本当に気にしないでくださいね。あの時はちょっとショックで泣いてしまっただけですけど、今は全然平気ですし。それより兄様、助けに来てくれてありがとうございます。兄様ってばとってもかっこよかったですよ。喜んでくださいよ。困っちゃうじゃないですか。だから
丈夫だって言ったじゃないですか。でもあの時やたら大げさに泣いていた私がいけないんですよね、それって。ごめんなさい。アス